はい、短期決戦です。6月3日8時26分です。日曜競馬の予想をしていきましょう。よし、サングレーザーっつってんな。安田記念14時25分東京9レース香港14時50分阪神10レース相撲と特別15時1分東京10レース由比ガ浜15時30分阪神11レースグリーン15時40分東京11レース安田 G1 とりあえず安田記念から見ていくか。サングレーダーっつってるけどね。あ、スワーブリチャードサトノアリスブルシアンナイトレーブミドルレーブミドルウェスタンエクスプキャンベルジュニアモズアスコットリスブラッシュサングレーザーウィンガリオンなんだって1600芝1600定量スワーブリチャード一番人気デムーロ。ああ強いかもねスワブリチャードね。有馬記念4着シバルグランいるの？ああ、スワーブリチャードかもしんないね、これね。1でいいや。スワーブリチャード。ペルシアンナイト。これどれぐらい下がるんだろう。あースワーブリチャードだこれ東京9レース三四郎 2.8 倍ジーナスイート 7.1 倍グレンガリー6.5 倍ルメール最近ルメールはあんまり勝たないね。西のアモーレ戸崎キャリアベスト 4.8 丸山三四郎が強いんじゃないのこれ。ああ、そうでもないのか。こいつどうなんだろう。サンデーサイレンスサンク。グレンガリー。4番人気。三四郎だな、これな。
なんか一番人気ばっかだな。グレンガリーにするか。グレンガリー26。26ね。26。名称天聖。名称天聖。マイネルラック。阪神10レース。1400ダート。マルカ・ソレイユ。ドルチェリア。ブルームーン。ああ、こういうのわかんないね。1400ダート。1000万した。マルカソレイ。名称転生。マイネルラック。なんこれさ。これ。マルカソレイユしか考えられないんだけど。でもそうでもないかな。これ。ブルームーン。名称転生にしとくか。いや、どうだろうな。ドルチェリア、ドルチェリアにするか。ドルチェリア。名称転生、ドルチェリアにしようか、これな。2番人気。東京10レース、由比ヶ浜。金の色。8番、ティルナノウ、5.3。9番、エイシン、デネブ、アヒーラ、ペスカネラ、アルモニカ、1400ハンデ。ティルナノーク。あ、こいつ強いな。あ、でも花咲か。これアルモニカじゃないの？アルモニカか、9番？ 9 番。9番？吉田隼人。阪神11レース。アドマイヤー A か。サイモン・ラムセス、ステイ・
パーシスト、レジェンドセラー、ペンタトニック、マコトガラハット。何か1600万ハンデ、2400メートル、アドマイヤーエイカン、うん強いね、サイモン・ラムセス、スペル・パーシスト、ステイ・パーシスト、レジェンド・セラー、ペンタトニック、これは圧倒的にアドマイヤー栄冠だな。アドマイヤー栄冠、これ一番人気ばっかだね。面白くないね。こなそうだよな、グランドスタッシュと。レジェンドセラー、アドマイヤー感だな、これな。安田記念、シャーブリチャード、サトノアレス、1215、リアルスティール、リアルスティールなんて言うぜ。リスグラッシュ、サンブレーザーも強いからな。11がないじゃん。リアルスティール、リアルスティール、スティーブ、スワーブ・リチャード、リアルスティール、ペンシルバニア、サトノアレス、サングレーザー。1から2、5、11、15。1から2、5、11、15。つまんなそうだな。スラブリチャードの単勝でいいかな。単勝で勝てるかな。これね、キャリアベスト。これ三四郎だよ。三四郎。東東さんをいくら振り込むの？あ、千円。1000円。阪神ジュース、ジュース。13、ドルチェリア。ああ。ユイガーマ。9番。16番。アドマイヤー栄冠。
スワーブリチャードの単勝に900円でいいや。スワーブリチャードの単勝900円。3.4 倍かける900円。あ、ダメだ。700円だ。3.4 倍かける700円。OK。じゃあ、かけるか。よいしょ。リンパイプ。東京11です。安田記念。スワーブリチャード。単勝。700円。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。